唐津市ニュースの時間になりました。ではニュース項目です。12月4日から10日までは第68回人権週間です。これに合わせて人権問題について理解と認識を深めてもらう人権啓発キャンペーンや人権問題啓発パネル展を唐津市でも行っています。そのうち松浦河畔公園駐車場では3日人権啓発キャンペーンが行われ、人権擁護委員や市職員11人が人権イメージキャラクターの人権守るくんと一緒に来場者に啓発チラシなどを配りました。この取り組みは法務省が実施している人権週間に合わせ、市民に人権問題について理解と認識を深めてもらおうと行われているものです。人権擁護委員たちは12月4日から人権週間です、より良い社会を作りましょうと来場者に人権の大切さを呼びかけていました。また市役所本庁玄関ホールでは4日から人権問題啓発パネルや第36回全国中学生人権作文コンテスト佐賀県大会で入賞した市内の中学生の作文の展示が始まりました。作文には一人一人が日常の生活の中で感じたことや気づいたことなどが素直な気持ちで綴られています。人権問題啓発パネル展中学生人権作文展は12月9日金曜日まで市役所本庁玄関ホールと大内町中山の大内交流文化センターで開かれています。唐津市の芸術文化の特徴と発展を探る近代唐津の芸術文化講演会が12月3日大内町中山の大内交流文化センターで行われました。この講演会は江戸から明治にかけて唐津市で発展した芸術文化について多くの市民に興味を持ってもらおうと唐津市文化事業団が平成26年から年1回開いているものです。最終回となった今回は近代絵画の発展と展開、唐津の海を描く風景の発見をテーマに松露館の田島隆太館長をコーディネーターに、佐賀県立博物館美術館学芸課長の福井翔樹さんと佐賀県立博物館美術館学芸員の岩永亜紀さん、近代図書館学芸員の上田亮さんがパネラーとしてシンポジウムが行われました。シンポジウムではそれぞれのパネラーが江戸から明治に唐津の海が描かれた作品などを紹介しながら、景観美の意識が現代の画家たちにどのような影響を与えたのか説明しました。このうち近代図書館学芸員の上田さんは、少年時代を唐津で過ごした2人の画家、森徹さんと熊川明憲さんの絵画を紹介しました。この中で、水辺の情景を多く描いた熊川さんが、唐津の海を心の中の海と呼んでいたことや、美しさは対象の中にあるのではなく、自分の中にあるという言葉に感銘を受けたことなどを話し、参加者は熱心に聞き入っていました。このシンポジウムの模様は後日チャンネル唐津の特集番組で放送する予定です。唐津地区遊戯業組合から地域の福祉事業の充実に役立ててもらおうと唐津市福祉基金に寄付が寄せられ、12月5日市役所で寄付金の受納式が行われました。この日は唐津地区遊戯業組合の新富哲也組合長と新富和則副組合長が市役所を訪れました。はじめに新富組合長から福祉事業に役立ててくださいと酒井俊之唐津市長に寄付金が手渡され、酒井市長からは感謝状が贈られました。
唐津地区遊戯業組合は平成7年から毎年唐津市福祉基金に寄付を続けていて、新富組合長は地域の福祉が充実して高齢者や子どもたちが暮らしやすい町になれば嬉しいと話していました。酒井市長は毎年の寄付ありがとうございます、大事に活用しますとお礼を述べました。この唐津市福祉基金は小災害見舞い金や子どもの医療費助成など福祉事業の充実に役立てられています。またこの日は佐賀県共同募金会唐津市市会が実施する歳末助け合い募金にも寄付が行われ、新富組合長から唐津市社会福祉協議会の吉田義道事務局長に寄付金が手渡されました。この歳末助け合い募金は市内の児童養護施設の子どもたちが明るく楽しいお正月を迎えてもらうために活用されています。うつぼぎ小学校の全校児童が東京演劇集団風の指導を受けて、およそ1ヶ月半練習してきた劇星の王子様が12月5日うつぼぎ小学校で公演されました。公演本番にはうつぼぎ小学校の全校児童や保護者などが詰めかけ、田中久美子校長の挨拶の後、早速劇が始まりました。うつぼぎ小学校では今年10月に東京演劇集団風を招いて星の王子様の劇の鑑賞指導や実演指導を受け、その後本公演までのおよそ1ヶ月半、音楽の授業や給食の時間で歌やセリフを覚えるなど本番に向けて練習してきました。この取り組みは全国の小中学校に芸術家を派遣し、将来の芸術家の育成や子どもの発想力、コミュニケーション能力の育成を目的に文化庁が行っているものです。星の王子様は砂漠に不時着した飛行士と遠い星からやってきた王子様の出会いと別れを描いた物語で、児童たちは劇団員が演じる舞台に見入っていました。劇の途中でうつぼぎ小学校の先生が出演したり、6年生が舞台に立ち大きな声でセリフや歌を歌ったりしたほか、クライマックスでは全校児童も参加して歌を歌いました。練習の成果を披露し劇をやり遂げた子どもたちは誇らしげな表情を見せていました。この劇の模様は後日チャンネルカラツの特集番組で放送する予定です。ニュースをお伝えしました。続いて市からのお知らせです。唐津市からのお知らせです。寒い季節でも暖房に頼りすぎないで快適に過ごそうという取り組み、ウォームビズで地球温暖化対策のため暖房時のエネルギー使用量と CO2 の発生量を削減して地球に、そしてみんなに優しい冬にしましょう。ウォームビズとは暖房時の室温を20度にして快適に過ごすライフスタイルのことを言います。暖房器具の設定温度を21度から20度に変更すると1台で年間およそ1170円の節約になるという試算もあります。ウォームビズは家庭やオフィスにとって経済的なメリットもあります。皆さん、これからお伝えする衣食10のポイントを抑えて気軽に節電・節約をしましょう。衣の一工夫で暖かく過ごしましょう。マフラー、手袋、レッグウォーマーなどを活用しましょう。お風呂上がりには1
1枚多く羽織り、寝る時も首にタオルを巻くなどして暖かくしましょう。また太い血管のある部分を重点的に温めることで冷え性などの改善にも役立ちます。食の一工夫で暖かく過ごしましょう。鍋で家族や友人との会話を楽しみながら体も室内も温めましょう。冬が旬の根菜類、生姜など体を内側から温める食材にもこだわりを持ちましょう。10の一工夫で暖かく過ごしましょう。断熱シート、複層ガラス、二重サッシや厚手のカーテンなどで窓から熱を逃がさないよう工夫をしましょう。湯たんぽ、毛足の長いスリッパやクッションを家や職場でもぜひ活用しましょう。他にもウォームビズ実践のためのもっと多くの一工夫が環境省のホームページに紹介されていますのでぜひご覧ください。詳しくは生活環境対策課電話 72-9175 までお問い合わせください。以上、唐津市からのお知らせでした。以上、唐津市ニュースをお伝えしました。それではこれで失礼します。